ということで、今日はちょっと早いんですけど、早い時間にさせていただきました。ちょっとまだすっぴんなんですけどねちょっとまだねメイクしてなくてね。そう、髪型もねボサボサなんでね、帽子かぶった、帽子をかぶっとけばごまかせるっていうね。そうなんで帽子かぶってごまかしてますけど、ボサボサっていうか羽ピンで前髪留めてるから今。そう、ちょっとあれなんですけど、まあね夜、まあ、夜からなんですけど、まあ、まあまだ出ないですけどね、夕方ぐらいから出ないといけないので、私はそう、まあ見てくださる方はね、19時半からだったかな確か今日ね、まあ見れる人はね見てください、ぜひぜひ。あのチケット買ってくれた人はね、今日は雨降ってるらしくてショックなんだけどね、今日雨らしいよ、しかもちょっと寒いらしいで、明日がなんかびっくりするぐらい暑いらしいっていう衝撃の事実。そう、もう最悪なんだけど雨とか、雨はもうショックだし、そして寒いしなんでーって感じいや今日こそ晴れて、マジで。でも明日かな、明後日がねめちゃくちゃ暑いらしいよ。うん。でなんか、書いてたんかな。ちょっとわかんないけど。そう、暑いのはね、いや、いいんですけどね、札幌も暑いだって。北海道なのに暑いのか、そっかそっか、じゃあもう沖縄はきっともうびっくりするぐらいの真夏なんだろうね。うん、6月だからもうちょっとで梅雨入りですよね。ね、もうちょっとで梅雨入りです。
あーもうやだな梅雨本当に。もう髪は終わるしさ、もう移動が大変なんだよ、移動が本当に。なんか移動が全部車なんだったら楽なんだけどさ、移動がさ徒歩とさ電車っていうね、もうね本当に辛い。なんかシンプルにさ移動しづらいよね。電車、車だったらずっと車乗っとけばいいしさ、なんかあれじゃないあれじゃないとかけどさ、送迎バスが欲しいよね。あ、めっちゃ目かゆいんだけど、かゆかゆ。そうなんかね、例えば自分が自メイクの時で雨だとね、もう頭がバハバヘーっててそうなっちゃうから困っちゃう。仕事じゃん、だからさ、その湿気でまつげが落ちたりとかさ、可愛くなくなっちゃうのが辛いよね。ね。二次関数、待って、二次関数とか懐かしいんだけど、二次関数とかもう久しく聞いたことないわ、その言葉。あ、ルームのフォローしましただって、ありがとうございます、イエーイ。二次関数とかなんだっけな、二次方程式とか全然覚えないわもう数学なんて私高1からしてないもん高1からしてないけんな、もう覚えてないわ。何年前よ高1って。5年前、じゃあ6年前や。6年もやってへんと忘れるやろさすがにな。そうでも中学までは数学超得意だった。中学まではね、数学ね基本80点とかだった。高校入って全然ダメになったね。だから選択しなかった数学。高1まではね、なんかね選択してたんだよね。高1高2かなまでは選択してたんだけどね、そっから選択しなかったんですよね。全然点数取れなくなっちゃったから。点数取れなくなったのと、あともう私が休む授業、仕事で基本土日が仕事だったんですよね。その初期の頃のエイトってこう学生ばっかだったから、だから月勤が基本的にいなかったの、休むことが多くて、で月勤が数学だったんですよ。したらもう全然数学についていけなくなっちゃって、しかも数学なんてさ、私さ教科書の見てもさマジで解き方わからんの。なんか先生に教えてもらうと解き方がわからんけんさ、だからさ自力でさやってたけどさ、ほんと点数取れなくてやめた。そう2年かなからもう選択するのをやめた。だってそれで赤点取ったら嫌じゃない。そうだからもうやめちゃった。うん、もうまず勉強なんてさ、もう高校卒業してからしてないけん全然覚えてない。
ね。なんかちゃんとしたお堅い勉強とか久しくやってないな。もうほんと最近漢字の読み書きが一切できなくなってきて、ほんとにやばい。得意な教科は特になかったけど、でもなんかこれといって別に悪くもなかった得意なものはなかったけど、でもこの授業この授業っていうか、なんかめっちゃ点数取れなかったってこともなかった良くもないし悪くもない、普通って感じ。普通まあ良い、あのいい時はいいものもあったよ、そら、うん、点数がいい時はいいものもあったけど、まあ悪い時もあったけど、まあ赤点は取ったことないしな。でも赤点はね、どう頑張ってもね、取ったことはないえ、うん、赤点、わかんない、私の赤点、学校の赤点30点だったけど、なんか、一生懸命、ノーベンだったらね、赤点取ると思う。でも、一生懸命勉強してたから、赤点はね、なかったよね、さすがに。ノーベンだったら 100% 赤点取るな、私は。そらもちろん。そんなね、勉強せずにテスト挑んでね、いい点取れるほどのね、天才ではないから。それなりに一生懸命勉強してて、で、でもそこそこみたいな。逆に高校の時の赤点、嘘でしょ、高校、ああ高校か、分かんない、レベルが超高い学校行っとったらそれ赤点も取るんじゃない、偏差値80ぐらいの学校行っとったら、もうそれはもう80のレベルの学校のあの30は普通の学校の70ぐらいなんじゃないわからんけどね、偏差値80の学校があるのかはちょっと知らんけど偏差値80はないかあ、75まで、あ、そうなんだ、へえ。点数ってお母さんに教えてた、うん、お母さんに教えてた、お母さんに教えてたし見せてたしね、普通にテスト、はいっつって、うん、あの一覧も見せてたからね、親にね、あ、出るじゃん一覧、ポポポポポっつって、順位と点数とみたいな、何人中の何人みたいな、全部見せてたよ。
さすがに小テストは見せてないよ。なんか毎回毎回授業でさ、授業始まる前にやるようなのちっごいちっちゃいテストとかは見せてないけど、あの中間期末とかは見せてた。やば、下から4番目だったから四天王って言われてた。それはダメな方の四天王じゃん。やば、それはやばいね。いや逆にすごいんじゃないそれは。え、でもさ、下から4番目とかさ、8人中の下から4番目だったら真ん中じゃんとかじゃなくて、100何人いて下から4番目はやばいけど。それはやばいけど。10人とかの下から4番目だったらまあまあじゃないね。ね、なんかほらさ、うちそれこそさ、高校とかはさ選択だったから、あの一クラス授業で、一つの授業で8人10人しかいない授業もあったよ。そう、8人とか10人だったかな、しかいない授業もあったよ。だから普通にそのクラス、なんかその教科を取ってる子はいっぱいいたけど、でもその日のその時間割に合ってる子が8人とか10人とかしかいなかった。まあでもその授業を取ってるトータルでしたらたくさんいるんだけど、そう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 、その人によってこの時間割のこれが違うから、先生が違うのよ。だから教わってる先生が、でもなんか何が辛いかってさ、そのテストを作ってない先生だったからさ、あのね、何が辛いかってさ、そのさ、テスト作ってる先生だったらここが出ますとかさ、ここがこうって言われるじゃん。でも作ってない先生どこが出るか知らんしさ、なんかどうこうって言ってくれんやんか。しかも先生によって全然違うし、そういうのもね結構つらかった。うん、そう、なんかね、その先生っていうか先生だけど、あの定年退職されてて、あの特別に来てくれてる先生みたいな先生に教わってたから、テストは作らなくて、あの他の時間割にその教科を教えてる先生が作ってたから、そう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 。でもなんかテストが作られて、その先生が見たらなんか教えてくれてたけどね、なんかこういうのが出るみたいな、そうそうそう、なんかこういう文法が出るよとかは教えてくれてたけど、でもまあ普段の授業からは特にここが出るよとかはないよね。出るよって言えるかはここが重要だよぐらいしかない。まあ高校なんてね、人数多いからさ、基本ね、そう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 、仕方ないよね。ね。まあもう勉強とか絶対したくないわ。もうしたくない。もう本当にあんなに一生懸命勉強して覚えて、なんかもう絶対嫌。絶対やもうやりたくない。もう今あんなに覚えろって言われても絶対覚えられへんわ。うん、絶対覚えられへん。本当にようあんなに覚えてたなみたいな、ほんまに尊敬する昔の自分。
ね、なんかもう将来使うか使わんのかようわからん勉強をねしてましたけどね。だって今理科の勉強とか特に使ってないもん。ね、いや今勉強してる人にちょっと言うの失礼やけどな。まあでもなんか勉強は役に立てないかもしれんけど、あの勉強を頑張ったっていうその行為は役に立ってるけどね。うん、そう、なんかあの頃一生懸命頑張って勉強をしたっていうその努力した行為はあの今にもつながってるし役には立ってますよ。その内容うんぬんではなくてね。まあ、あとはそのなんか人にもよるんじゃない。例えばこうその例えばまあ科学者になりたいとか理数系とかに行く人とかは、大学とか行く人はやっぱり高校でそういう勉強は役に立つじゃないですか。だから将来のものにもよるんじゃない。なんかそう、なんか例えば専門学校もそうやん。美容師さんとかなりたいから美容の専門学校行くとか、まあそれに特化してるものに行くんだったら役には立つけどね。勉強はね、あんまり分かんないです、私。教師ではないので。よし、じゃあ教えて仰天でもやるかな。まああんまりないんでね、数問だけ。あんまりないどころか全然ないんだけど。熊本公演お疲れ様でした。地元の倉野さんのパフォーマンスはもちろん素晴らしかったけど、ゆりなさんも負けずに輝いていたと思います。全国ツアーも残りわずか2会場。あ、まあこれは4日前だから茨城がやる前の投稿だから、まあもうあと茨城終わっちゃったんで1公演神奈川だけなんですけど、もし2周できたら香川公演でチャレンジしてみたい企画やユニットなど何かありませんか。企画か。企画はね特に何も思いつかんけどね、うーん、チャレンジしてみたいユニットや何か、うーん、チャレンジしてみたいユニットは私ずっと言ってるな、リンちゃんがそれこそ茨城でしてたけど、ワルキやってたじゃん、リンリンが茨城コンサートで、あれやりたいんだよね。うち結構ショールームでよく言ってるんですよ、私ワルキやりたいって言ってるんだけどね。あとね、前ワルキじゃなくてもいい、一人で歌いたい、とりあえず一人で歌ってみたい、一人でパフォーマンスしてみたい。まあワルキも一人曲じゃないですか、みたいな感じで一人曲をやりたくて、まあこの生きてきたこの中でね、まだ一人でステージに立つってことをしたことがないんですよ。だからなんかワルキだったりとか、まああと普通になんかこうなんか一人でユニット、一人のユニットをすっごいやってみたくて、一人で歌ってみたいっていうのがずっとあって、だからそれかな、一人で何かをやるユニットをやりたい。そう、でもやっぱワルキーが可愛いからワルキーやりたいなっていうのはむちゃくちゃあります。そうかな。だからユニットはね、それかな。あとなんかなんだっけ、あの歌をね、なんか久しぶりにこの間聴いてめっちゃいい曲だなとかって思った、ありがとうだっけ、なんだっけ忘れちゃった、あ違うわ、ありがとう、ありがとうか、今日もまた一緒にいてくれてじゃないわ、なんだっけあれ、ありがとうだっけ、
音、え、なんだっけな曲、なんだっけな、あれなんやっけ、久しぶり、うんうんうん、あなたがいてくれた、あ、そう、あなたがいてくれたから、から、からどんな歌やったっけな、大人になれたでしょうカタカタ、めっちゃカタカタ、なんだっけな、あ、そんな曲なの、あ、それ時計が巻き戻されてか、そうそうそう、涙が止まらなくなっただ記憶のさ、ね、あなたがいてくれたからだっけ、タップ、そう、これあなたがいてくれたから、うん、久しぶりにお風呂で、久しぶりにめっちゃ聴いて、え、めっちゃいい曲でもこの曲歌うとなんか卒業するみたいだな、そんなことないか、そう、え、めちゃくちゃいい、これをあの誰かのピアノ演奏で、あやねちゃんのピアノ演奏で歌いたい、そう、あのみんなで生、あのメンバーの生演奏の曲あるじゃん、あれあそこで歌いたい、なんか結構さコンサートとかでよく歌ってるよね、前役とかコンサートとかの一番最後の時によく歌うんだけど、そう、あの歌めちゃくちゃいいよね、だからあそこの生のやつで、うん、歌いたいな、よくない、そう、みんな一列になってあの歌うってやつ、めっちゃいい曲じゃない、そう、なんかまあ卒業メンバー、なんか卒業公演でも歌ってるイメージ強いけどね、あの曲、まあでもそういう感じの曲だからね、でめちゃくちゃいい歌詞だからさ、めちゃくちゃ歌いたいんだよ、歌ってみたいんだよね、よくない、あれね、絶対泣いちゃうよね、わかる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 、そう、めちゃいいよね、絶対、あ、え、落ちたんだけど、ちょっと待って、よし、ね、絶対いい、支えっていう曲も泣けるね、支え、あー知ってる、曲出てこないけどね、知ってるよその曲、うんうん、ね、これいいよね、絶対やりたいわ、ね、あ、すごい綺麗に一列の写真が撮れてる、これ何のやつ、これ何の、何の撮影コーナーは何の曲、その前にみんなが出ようとしている瞬間を捉えてるんだけど、何だろう、何だろうね、何の瞬間の写真だろう分かんないけど、あ、いいの見つけ、このね衣装はあの漏れたわ、そんなに足が太く見えないっていう、そうスタイルがなんかやっぱね、こうやってねスカートがねふわって広がってるからね、足が細く見えるんだよね、こういうのピタッとしたスカートだとマジ足の本当の太さがバレる、ショーパンとかあのピタッとしたショーパンとかあのピタッとしたスカートとか、まあ、K-POP アイドルとかが履いてるようなあの本当にスタイルがもっきり出ちゃう服で、本当に人のスタイル出てるよ、出るよね、本当に、だってさごまかしができない、こうやってふわって広がってて足だとね、なんか錯覚的にねどうしても絶対細く見えるんですよ、 100% そう 100% 見えるんだけど、なんかそれこそティーチャーの衣装みたいな、あのピタッとしたやつとかショーパンとかってね、本当にね一緒の足のね本当の太さがバレる、てかね来てよ、昨日さそれこそさ、え、マジほんの一瞬だけさ、台形のなピタッとしたねスカート履いてたけどさ、本当に足が太すぎてさ漏れなくてさ、もうやめた、一瞬で一瞬でやめた、びっくりした、ちょっと大根が2つって感じだった、よし次、好きに生きられる人羨ましい、わかるわかる、絶対着られへん、ゆりな好きに着んねんたら、なんかこうあの長いトップス着らんと着れん、うん、そう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 、
ね、わかるよ、すごいわかるその気持ち。いやいや違うねん、やっぱね、大人の人、大人じゃない、大人じゃない、男の人の普通と女の人のねあれは違うから。そうそう、私はどっちかっていうとぽっちゃりよ。そう、ただね、あの身長があるからわりかしバランスが取れてるように見えるけど、そう、そうよ、キューティーアニの衣装でかなりスタイルよく見えるよ。だっていや思った、ちょっとキューティーハニーのさ、そのさ見たけどさ、みんな細い、めっちゃ細い、足細いと思ってびっくりした。え、本当に、なんかいろんなハニーちゃんの人、私初めてあの公開されたやつで見たんですよ、その皆さんの衣装着てる姿を見たんですけど、え、マジでみんな細かった、びっくりなんだけど、本当に、え、やばいよ、うちが一番太かったわ、足が、びっくりした、本当に、え、やっばって思いましたね、本当にちょっとショックだったわ、シンプルに。なんかアイドルなのに細くなかった自分の足。そう、シンプルに悲しかったね、ちょっと地味に落ち込んだ。そう、いやまあそう思わないよね男の人はね。うん、よし、じゃあ次のやつ、呪術廻戦の新しいことガチャが出たらしい、捨てましたか、だって。知らんかった、何これ、かわいいんだけど、なんかべちょーってなってる、べちょーって。うん、ふん、ガチャガチャ、ガチャガチャか、このシークレット誰だろうね。いっぱい種類あるじゃん、かわいい、あ、トゲくんかわいい、待って、パンダさんかわいすぎるんだが、やばい。まあかわいい、私こういう二頭身ゆるキャラ、キャラキャラ大好き、かわいい。え、でも絶対こんなんさ、どこ行ってもないやつやろきっと、絶対またさ、なんかどこにもないんですけどみたいになるやつやで、これは 100%。でもその辺のガチャガチャで見たことない、こういうの。やっぱさ、秋葉とかにあるんかな、秋葉とかさ、なんか、うーん、なんかそういう感じだよね。いいな、無理なんだけど秋葉。かわいい、待って、むちゃくちゃ、うん、もうこういうの大好き、こういうなんかゆるっとり、ゆるっとりんだってゆるっとるんしとるん、ゆるっとしとるん。なんか実写的、実写っていうか、その、あの原作っぽいやつも好きだし、アニメのあの等身のも好きだけど、こういう二等身のゆるっとしてるやつも好き、かわいい。てかみんないいわ、みんなかわいいわ。シークレット誰やろね、気になる、そのシークレットがどちら様なのかすごく気になるわ。うんうん、めちゃくちゃかわいい。かわいい、50ミリミリだって、5センチってことか、そんなもんよね。かわいい、絶対かわいい、かわいいな、ね、ね、次、妹のプリンの感想を聞かせてください。あー、あれか、美味しかったよ普通に。でもなんか、なんだっけ、ちょっと豆乳が多かったんか、なんか普通に美味しかったけど、ちょっと癖のあるあのプリンだった。うん、なんか妹がちょっと癖があるって言っとったけど、
まあでも確かにそのなんか豆乳があんま好きくない人とかはちょっと食べづらいかもしれんけど、でもカラメルソースと一緒に食べたらカラメルソースがいい感じにちょっと苦めでいい感じに美味しかったけどね。まあ豆乳が大丈夫な人は全然美味しい、まあ苦手な人はそうでもないかもしれない。肩抜いたやつやろ。うん、そう、あれは苦くなかった。あの後のやつ、あの後のやつが苦かった。やつがマリナの、あ、そっか、あれが苦かったんか。そうそうか、そうか、あれは焦がしたんよ。あれは焦がしたんか。ちょっと焦がした。あ、そう、どっちも美味しかったけどね。そう、どっちも美味しかったな。コンポタージュの味がしたずっと言ってるやんな、うん、姉ちゃん。全然せんよ。全然せんかったよ。おかしい。でもな、コンポタージュの味がほのかにしたんやって。ポタージュ系の味がほのかにしたん。ふわっと香る、ほわっと香るポタージュ系だった。わかった、豆乳やけん。あー、なんかさ、そういう感じのさ、違う違う、そういう雰囲気やわからんか、わからんらしい。そこまで全然いい。わからんらしいわ。まあ味覚も自分おかしいなと思ったよ。美味しかったんやけど、ほのかによ、ほのかに。なんか一生懸命探ればポタージュの味がしてる。せんよ。せんらしいです。フォローしましたってありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。キティちゃんとインテグレートのコラボパッケージが発売されたけど、数量限定だと買いたくなっちゃうのかな。これ見た、ゆりな。てかこれめっちゃタイムリーやん、ゆりな。これ朝言っとったわ自分。これツイッターで回ってきて、いいね押してんけど、キティちゃんのやつやん、めっちゃ可愛いっていう話をしてんな。そう、でもインテグレートはアイライナーしか使ったことがないねんな、実は。うんうん、可愛い。なんかあかりんさんがさ、キティちゃんとなんかコラボYouTube がうんちゃらかんちゃら言うてたん、これなんやって思った。5月21日でまだまだ先か。え、かわいいな。アイシャドウぐらい欲しいけどね。うん、まあでもパッケージからするとこのなんかこの四角いやつが2つとも可愛いけど、これ何、ファンデーションかなんかかわからんけど、え、絶対かわいいわ。かわいい。でもいいね、基本的ファンデーションとかもさ、そうやねんけどさ、もう基本なくなったら次買うっていうタイプの人間やからな。まあアイシャドウはな、別にあのなくなったら次買うってことはせえへんけど、結構なんかそうせえねんな。そうなんですっていうね、タイプの人間やからね、なかなか困っちゃうね。でもほへほ、あ、次、ポテトチップスをふりかけにして食べたことある、だって。あ、なんか一時めっちゃこれ流行らんかった、ポテチをさ、あのさ、ふりかけにしてさ食べるっていうのめっちゃ流行ったよな。何で流行ったのかな、 YouTube 何なんかでめっちゃ流行ったよな。なんかいろんなそのさ、ほら、このいろんなポテチだけじゃなくてこのスコーンのやつとかもさ、なんか流行ったよな、めっちゃな。でもしたことがない。なんかさ、絶対味ついとって美味しそうやなって思うけど、もうだってさ、炭水化物という米の爆弾にさ、ポテチというさ油のカロリーの爆弾乗せたらもう美味しいに決まってるんやけど、決まってんねんけど、でも絶対カロリー高いやんってなっちゃう。そうって思わん。だから一回もしたことはない。絶対美味しいっていう保証はありそうな気がするけど、そう、マジカロリーの爆弾やから無理やな。してみたいけどね、いつか。まあいつか、まあいつかやけどね。そうそうそう。おいしいものは太る、もう当たり前やん。おいしいものは太るってか、もう食べたら太る、もう当たり前にね。もう絶対もう物を口に、水を口にしたらもう 100% 太るよ。体重は重くなる。太るっていうか、まあそれはな、分量入れてるから重くはなるよな、ある程度のものはね。まあ、めちゃくちゃあの、その太らへんものもあるかもしらんけど、まあ、基本的にね、太るからね、ものを食べた時点でアウトオーやから。そう、太るっていうか、まあ重くなるというか、うん、ね、でも食べないとか無理、
一この世の一番楽しみは食べることやから、もう本当に食べへん食べられへんくなる選択肢が一番辛いわ、何よりも。本当になんかもうあの 100% 全部食べ物にいっちゃう。なんかよくストレスで食べれなくて痩せちゃう人とストレスで食べて太っちゃう人いるけど、私はストレスで食べて太っちゃうタイプの人間やから、本当にそれやめたいなって思う。少しストレスで食べれなくなって痩せちゃう人とか、逆にこのおうち時間になってなんか食べるのがめんどくさいっていうか、動くのがめんどくさいから、なんかご飯なんかもう1日2食とか、なんか1日1食とかっていう聞くんですよ。いやマジで天才かなって思っちゃう。私も暇だったら食べることしかしてない。逆に仕事してる方が食べへん、仕事してるから。家にいると本当に暇で食べちゃうから、じゃあもう仕事してないと太っちゃう。だからその家にいて食べるのがめんどくさい、作るのがめんどくさいからご飯食べませんとか、ストレスで痩せちゃうとか、マジ羨ましいんやけど。私も家におると太るし、ストレスがあると太るし、もう何しても基本太るね、本当にマジで、ね、超羨ましいね。ストレスで痩せるって、まあ、ストレス抱えることはさ辛いことやけどさ、でもなんだかんだみんな何かしらストレスは持ってるじゃない。だからそれでさ痩せられるのっていいよね。だからストレスで太ったらさ、もうマイナスなことしかないやん。アイドルだからさ、見た目もさやっぱ気にしないといけないから、太ったらあかんとかいろいろあるやんか。それでさストレスで食べて太ってってしたら、もうマイナスマイナスマイナスやん。でもさ、もしさそれでさストレスでさ、もう食べられへんくなって痩せてさ綺麗に なるやん、もう美しくなるやん。そしたらさマイナスがあってもさ、そのさ垢抜けたというか美人になった、おおみたいなんでさプラスにもなるやん。ってなるとさ絶対そっちの方がいいよね。ね、羨ましいって思う。もうとりあえず食べることが好きなんだよ私は。もうひたすら食べてる、常に食べてる、食べてることしかしない。もうこの何1週間ぐらいマジ暇すぎて食べることしかしてへんからね。そう、もうストレスはないねん、ストレスはないねん、全くもって。まあどっちかっていうと仕事ができない辛さの方が辛いけど、仕事がないっていうねの方が辛いけど、本当に暇すぎて食べることしかしない。食べる食べる食べるマンって感じね、本当にね、困っちゃうな。あー本当にやばい。仕事してれば痩せるんだから、仕事してないと本当に痩せない。ダンスレッスンは微妙けど、やっぱステージはすごくあの消費しますよ。やっぱり特に今回の熊本とか久しぶりだったし、でまああと結構熊本のレッスンの時はずっと常にマスクしてて、ステージリハの時もずっとマスクしてたから、もうめちゃくちゃしんどかったね。酸欠、半分酸欠。あのすごい頭ブロックとか前半の頭ブロックとかすっごい動くじゃないですか。それでもう本当にマスクだったから、もう本当酸欠だよね。もう頭ブロックやっただけでもうみんなはっはっみたいな感じになってたから。そう、しかもこうなんていう あの布マスクじゃなくて、なんだっけ、あのほら繊維マスクみたいな、あれってさ本当息しづらいやんか。そう、息しづらいやん。だからねすんごーく大変だった。そうそうそうね、熊本コンサートはね確かに痩せたわユリナ一瞬だけその一日だけ痩せたわ。それこそじゃあなんかね、熊本コンサート、まあ朝ね、でも朝はそう朝はね早かったから、時間がねすごいちゃんと朝からね、サラダパスタあるじゃん、あれ食べたのよしっかりで。朝食べてんで普通に公演するじゃん、昼公演するやん。昼公演したら
じゃあ私ね、昼公演したら汗をすっごいかいたの。まあ1回目の公演ってすっごい2回目の夜公演よりめちゃくちゃすごい体力消費がすごくてすっごい汗をかいたのね。で終わるじゃん、そしたら急に汗が冷えてむちゃくちゃ寒くなっちゃって、でお腹が痛くなっちゃったの私。そうで、お腹がすっごい痛くなっちゃって、お腹がめちゃくちゃ空いてるん、空いてんねんけど、でもでお昼ご飯も来ててんな、でお腹空いててみんな食べてて超お腹が空いて食べたかったんけど、お腹が痛すぎてご飯が食べれなくて、そうそう、だからもう空腹のまま夜公演したんですよ。そう、ずなんか本当に始まる直前までずっとお腹痛くて、でなんか薬もなんかちょその前に朝本当に頭が痛くて頭痛、なんか偏頭痛私持ってるんですけど、すごいそれで頭がちょっと痛いなって思ってね、やばいって思って薬を飲んだので、その昼公演終わった後にお腹が痛くなったから、それで頭痛薬でそうさ、そのお腹痛いのとか揉んじゃってるから薬を飲めなくて、それでお腹が痛いってずっとその昼公演終わった後から夜公演の頭までずっとお腹が痛くて、ご飯食べられなくて、食べられないままパフォーマンスしたらヘロヘロだっためちゃくちゃヘロヘロだった。もうやばいもん、なんかしかも昼公演にマジ全力を出しすぎて夜公演の体力が本当にあんまり残ってなくて、でなんかなおかつご飯食べてなくてエネルギーが出なくてマジヘロヘロだったもう本当にショックと思って、そうでで夜終わって、でもね公演してる時はわりかしアドレナリンでどうにもなったんですよ。で夜終わってで、ホテルに帰ってきてからご飯食べた、しっかり。そうもうその時にお腹が痛くなくなってたから、そうもうホテルに帰ってきた時にはお腹が余裕だったんで、あのもりもり食べた。そう、 そうもりもり食べたよ、遅い時間に。だから消費は結構すごいと思う、やっぱりね結構消費するよね。そうな、汗がやっぱりたくさん出たからね、久しぶりに久しぶりにあの汗が出たなってちょっと自分でも思ったけど、うん、そう暑いよねライトがね。そうでも久しぶりに公演中にご飯を食べないってことしたわ昔はねよくコンサートのその昼夜の間ご飯食べずに、なんか基本朝食べれたら食べて、まあ、夜まで食べないってことがよくしよったし、まあ、朝食べれんかったらもう夜まで食べないでコンサート一日やったりとかもしててんけど、もうね昔はそれでも持ってたんやけどね、やっぱだんだん年取るにつれてか体力が持たなくなってね、ちゃんと昼と夜の間でご飯を食べないとやっていけなくなって、ずっとさもうここ何年は食べてたけど、初期の頃はずっと食べてなかったから、そう久しぶりにそんなことしてなんかしんどかったわ自分そうね、びっくりだもんな。よし次セブンで見つけたユイナ見つけたかな。え、またガリガリ君のチョコミント味出てんの、はあ、食べたいんだけど、これめちゃくちゃおすすめ、本当に美味しい。去年も食べたんですけど、なんかめちゃくちゃ美味しいの、これ本当に美味しい、大好き、これめちゃくちゃ大好き、これいいよね、これ本当におすすめ。うんうん、まだユリナ見てないんやけど、どこでもコンビニとかなんかな、スーパーでは見んかったな、早く食べたいこれ、うん、これめちゃくちゃ好き、超美味しい。チョコミントとか食べれる人だったら、まあ、全然食べれると思います。私はこれが大好きです、美味しい。これ去年食べたけど、去年も食べたけども最高でしたね。次次、うどん以外の麺類は何が好きですか。うどん以外の麺、ラーメン大好き、パスタ大好き、そうめん大好き、
うん、それ以外に麺類って何かあったかな。まあ大好きです。めっちゃラーメン好き、パスタも好き、そうめんも好き。うん、大好き。さあ麺類基本好きよ。そばか、そばね、そば人生で 2,3 回しか食べたことないから何とも言えないな。あ、でもね、多分ね、美味しい美味しい、あ、美味しいよ、そば。それこそこの間、結構前か、おそだ、おそだ、むちゃ前だ、去年とかかな、おそばをいただいた時に食べてんけど、美味しかった。やっぱなんか自分で作ったそばは美味しくなかったんけど、やっぱちゃんとプロが作っとるそばは美味しかったわ。美味しかった美味しかった。うん、まあ麺類好きです、基本的に。何でも好き。まあでもただね、香川にいたらね、そばを食べることがなさすぎてね、そばを食べてなかったんですけど、でもなんかそれこそ企画でそば食べたりとか、まあ、あとあのいただき物でそばをもらった時に食べて美味しかったです。うん、普通に。次、鉄の公園以外に出てみたい公園はありますか。鉄の公園以外に出てみたい公園ですか。そうですね、なんでしょう、まあ、とりあえず鉄の公園、まずとりあえず出たいですね。またね、鉄の公園27にゆりさんの生誕祭で出る予定だったんですけど、緊急事態宣言になって出れなくなっちゃって、だからもうね、まだね、鉄の公園8人バージョンになって1回しか出てないの。それもね、もうね、なん、あれいつだっけな、あれもうね、5ヶ月前とかなの。その前9ヶ月前ぐらいだったのよ。やばくない？これもう1年に1回、1年以上に1回しか出れてない配分になりますからね。やばくないですか、1年以上に1回ですよ。怖っ。もうなんか劇場にとりあえず出たい。もうとりあえず鉄な1回しか出てないから、もうとりあえず鉄なもう1回出たい。そう、そう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 、マジで本当に本当に本当にね、とりあえず劇場に立ちたいんだが、私劇場に立ちたいんだがって感じです。もう今仕事がさ、そういうさ、劇場もないし、コンサートもさ、まあ熊本、茨城、あと神奈川あったけど、まあ熊本はありがたいこと出れたけど、あと神奈川しかもうないもん、仕事、うん、ステージ系の仕事がないし、もし今後舞台、また舞台じゃない、劇場再開しますってなっても、私多分このままで、もしあればキューティーハニーがその6月の14かなからあるから、ってなると絶対また劇場公演出させてもらえないから、ってなると、はい、またもう1ヶ月もう2ヶ月先でしょって感じだよね。だからもう本当にステージに出ない。神奈川は出るけど、単独もあの峯岸さんの卒業も出ないから、私暇人なんだ。だからあんまり表に出ない。舞台が始まるまで表には出ないですね。そうって感じですね。とりあえずパフォーマンスしたいですね。うん、だから一番キンキンだと、そのあれですよ、神奈川です。で、神奈川の次にキューティーハニーの舞台があって、キューティーハニーの次にアジアンフェスティバルがあるのかな、うん、って感じ。そう、ですね。なのでそれぐらいしかないですね。
からもう5月の末まで特に皆さんにお会いすることはないかもしれない。ピエンでしょ、私は忘れないでね皆さん。私を忘れないでいただきたい。いやーまあ忘れんことはあっても押し増しか押し変はあるだろうね。そう、あ、まあでも私ねの人はね確かにいますけどね。そうそうそう、あのたまにねこうパッてね他のメンバーのショール見た時にね、あの壇上に私のファンの人が立ててることはよくある。うん、壇上とかこの100人の中とかにいることはねよくありますね。たまになんかほんとまじたまにパッてなんか間違えて押してパッて見た時になんかね折ったりとかねする時って感じだよね。そうだってさ、星集めで壇上なんて立たなくないねえ、ほんとに。パトロールは禁止、パトロールしてません。するわけないじゃん、わざわざそんなするわけないじゃないですか。たまたま見たらたまたまいたんですよ。こっちだって見たくて見てるわけじゃないわ。そんな自分のファンの人が他のメンバーのところにさ行ってさ、イーってやってるとこなんて見ても嬉しくないわ。自分傷つくだけやもん。やるわけないやん、そんな自分が傷つくことしてどないすんのそうだから、そのたまたまにね当たってしまったからねちょっとショックだった、シンプルに。そうまあいいんですけどね別に。うん、全然いいんですよ別に。この世の中単押しで生きてる人の方が少ないっていうのはお聞きしますから全然構いません。よし、じゃあ1時間だ。ちょっとそろそろ終了にします。もうちょっとしたら私も出ないといけないので、はい、終了にしたいと思います。じゃあランキング読みたいと思います。13位フォーコさん、12位マニャンさん、11位キリアさん、10位ジェリーさん、9位キミナミさん、8位チカイシーさん、7位ヤングさん、6位ワイマツさん、5位ヨッピーさん、4位ヤマビカ8号さん、3位タカさん、2位ポッピーさん、そして今日の第1位はシンドさんです。祝勝。はい、というわけで今日はですね、19時30分からニコ生さんの方で、アジアンフェスティバルの配信がありますので、チケット持ってくれてる方はぜひぜひそちらの方で
お会いしましょう。というわけで今日はね、それがあって帰りが遅くなってしまうので、そうちょっとね、帰りが遅くなっちゃうので、今日はちょっとその行く前に配信をしました。というわけで、まあ今日1時間できたのでよかったです。はい、というわけで、じゃあまた後々のね配信で、会える方は配信でお会いしましょう。今日も見ていただき本当にありがとうございました。それではまた明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。